JR 新橋駅前 SF 広場をご通行中の皆様、そして近隣商店街の皆様、大変大きな音でお騒がせをしております。まもなく午後5時より、午後5時よりこの場所一角をお借りいたしまして、次世代の党街頭演説会を開催をいたします。まもなく午後5時よりこの場所一角をお借りいたしまして街頭演説会を開催をいたします。すでに皆様ご覧の通り、本日の登壇弁士といたしまして、次世代の党党首平沼武雄党首でございます。そして東京1区より立候補しております渡辺徹候補、そして藤井隆雄総務会長と順に政策の応対をさせていただく予定でございます。まだ開始の時間まで若干お時間がございますので、寒い中大変恐縮でございますが、今しばらくの間このままお待ちをいただきますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。こちらは次世代の党、次世代の党でございます。本日午後5時よりこの場所 SL 広場一角をお借りいたしまして、あと3分ほどですけれども街頭演説会を開催をいたします。本日皆様にお訴えをさせていただきますのは、まず平沼武雄次世代の党党首、渡辺徹東京一区公認候補、藤井隆雄総務会長でございます。もう今しばらくの間、開始までの間お待ちをいただきますようよろしくお願いを申し上げます。私ども次世代の党は、日本の国益を守る、国益を守るという立場から新たに結成をされました保守政党でございます。今回の選挙戦で日本の力強さ、そして頼もしさ、そして豊かさを取り戻すための私たちは戦いをしております。どうか皆さん、平沼武雄党首を中心に立ち上がりました私ども、次世代の党に対しまして、この国の思いを、この国への思いを、どうか皆様、私たちと思いを共にしていただきますようよろしくお願いを申し上げます。こちらは次世代の党でございます。まもなくあと2分弱で定刻通り街頭演説会を開催いたします。お待たせいたしました。改めまして、 JR 新橋駅 SL 広場をご通行中の皆様、ご近隣の皆様、お待たせいたしました。こちらは次世代の党でございます。ただいまより次世代の党街頭演説会を開催いたします。私たち次世代の党は、日本の国益を守るために戦いを続けております。どうか私たちの訴えに耳を傾けてくださいますようよろしくお願いを申し上げます。まずはじめに次世代の党平沼武雄党首より皆様にお訴えをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。次世代の党の党首をいたしております平沼武雄でございます。
皆様方寒い中足を止めていただきまして大変ありがとうございます。一昨昨年のことでありました。東京都知事をしていた石原慎太郎さんが私の事務所にやってこられました。なんて言ったかというと、平沼さん大変だと、このまま行ったら我々の日本は沈んでしまう、東京都知事を辞めてもう一回国政で頑張りたいけれども力を貸してくれるか、私は御党に賛成ですから石原慎太郎都知事と握手をして、そして一生懸命努力をしてまいりました。いろいろな紆余曲折がございましたけれども、昨年の8月1日に次世代の党を結党しました。まだ皆様方にはおなじみはないと思いますけれども、我々開かれた政党としてみんなで23名の衆参国会議員が参画をして連日議論をして3つの基本理念を打ち立てたわけであります。まず最初にそれは自立ということであります。慶応義塾大学を作った福沢諭吉が一身の独立なくして一国の独立なし、このように喝破しました。この独立と自立は全く同じ意味であります。個人も地方も国も自立していかなければなりません。この国の憲法、果たして自立しているんでしょうか。安全保障一つ考えても自立しているとは言えません。多くの日本人は日本に一旦関係あれば日米安全保障条約の5条を発動してアメリカが助けに来てくれるから大丈夫だ、こんなふうに思っていますけれども、そのアメリカは最近もう世界の警察官は辞めたと言ってます。尖閣の問題や小笠原の問題、竹島、北方領土の問題、こんなことで日米安保条約5条を発動してアメリカは日本を助けてくれません。軍国主義になれという意味ではなくて、独立国の日本は自ら我々の安全と平和は守っていかなければならない、自立していかなければならない、これが基本理念の第一であります。第二は新保守というその理念であります。この日本は125代続いた天皇陛下をいただく国でありまして、どの国にも負けない長い歴史と伝統と世界に誇るべき文化があるわけであります。すべき改革は大胆にしてまいりますけれども、守るべき日本人の大切なものは守っていくというその精神であります。私どもはそういう精神で政治家として次世代の党を率いていきたい、このように思っています。ちょっと前の総理大臣は改革なくして成長なし、国民のお方はみんなそれを信じて改革という形で頑張りました。郵政民営化なんかがその典型でありました。あれだけ改革してこの日本は成長したんでしょうか。あの当時
560兆もあった日本の国内総生産 GDP は15年のデフレに苦しんで500兆を切って470兆になってしまった。90兆円もマイナスで国民の人たちは本当に苦しんだんです。ですから我々はすべき改革は大胆にしてまいりますけれども、改革のための変な改革は一切やっていかない。日本の伝統文化を守っていく、これが次世代の党の基本精神であります。3つ目は政党の名前にいたしましたけれども、次世代ということなんです。お互い現在に生きている我々は我々の子や孫、さらにはその先の子孫にしっかりとした責任を持っていかなければなりません。福祉の問題もしっかりでありますし、財政の問題もその通りでありますし、エネルギー環境の問題も同じであります。ですから次世代の党は次世代に責任を持っていく政治をやっていこう、この3つの基本理念で我々は今活動をしているわけであります。この選挙が始まって党首討論に何回も出ました。その時ある政党の党首が小笠原の問題、我々が努力して武力を用いずに平和的に解決したんだ、こう自分の手柄にいたしました。その時あれだけ我が国の領海や経済水域に入ってきて網を入れて我が漁民が大切にしていた赤サンゴを根こそぎ略奪していった、そのことは何にも触れない、略奪されたのにその責任は問わない。私は200席いなくなったのはその政党のおかげじゃないと思う。根こそぎ取ったから、もう取るものがなくなったから帰っていっただけじゃないでしょうか。だから日本人はもっと怒らなければなりません。次世代の党は先の臨時国会で領域警備法というのを出しました。海上保安庁は尖閣諸島に船を取られて小笠原までなかなか手が回らなかった、だから海上自衛隊領域警備法で一定の範囲で武器を使用してそういった略奪をするような国の漁船は追い出すのが日本人の私は道だと、このように思って次世代の党は一生懸命頑張っているところであります。私の隣に立っている渡辺徹さん、まだ36歳若い政治家です。政治家の下で一生懸命研鑽を積み、アメリカにも留学して国際性もしっかりと身につけた若い政治家です。このような人が東京1区から議席を得て、そして皆様方のお役に立っていく、このことが絶対に必要だと思って私は岡山でこの選挙に出ておりますけれども、それを投げ打って渡辺徹さんの応援に来させていただいたわけであります。今度の選挙では比例票もあります。比例票にはぜひ人気のある自由民主党に入れないで、保守を守って是は是、非は非で行動していく次世代の党にぜひ賜りますことをお願いし、再度渡辺徹さんの皆様方のご支援を
心からお願いをいたしまして、私の選挙の訴えにさせていただきます。ご清聴皆様方誠にありがとうございました。皆様ご清聴ありがとうございました。ただいまのお訴えは平沼武夫次世代の党首でございました。ありがとうございました。さて皆さん、私たち次世代の党のこの戦いの担い手、私たちの当地港区を含め新宿区、千代田区、東京1区より声を上げた担い手をご紹介をさせていただきたいと思います。渡辺徹次世代の党公認候補でございます。よろしくお願い申し上げます。皆様はじめまして。次世代の党公認、東京1区から立候補しました渡辺徹と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。私たち次世代の党は今年の8月にできた本当に新しい政党であります。今日ここにいらっしゃっていただいた平沼武夫党首、そして石原慎太郎最高顧問はじめ、この国を本当に飢えうしたちが集まって結集したのが我々次世代の党であります。しかし今我が国の政治にはたくさんの政党があります。なぜこの時期にまた新しい政党を作らなければならなかったのか、それは我々次世代の党のメンバーが本当にこの国の将来を憂いているからに他なりません。国外を見渡せば日本国民を拉致し、そして核ミサイルの開発を続ける国がある、あるいは我が国の領土を虎視眈々と狙い我が国を陥れようとする国がある、あるいは領土を奪って返還せずに未だに平和条約を結べない国がある、そういった国際法を無視する国々に我が国は不幸ながら囲まれているわけであります。しかし我が国の国会においてはそういった国際法を無視する国々を利するような、そういった活動をする国会議員がいる、これは本当のことであります。我々はこんなことではダメだ、本当に国民による国民のための日本国民のためだけの政党を作ろう、そういった思いで我々は新しい党を結成したわけであります。そして問題は国外だけではありません。国内に目を向ければ経済の低迷、少子高齢化、財政赤字、あるいは震災の復興、そして社会の荒廃など多くの課題を抱える我が国日本、なんでこんな国になってしまったんでしょうか。私は今36歳でありますけれども、その一つの要因は私は自民党政治、そして民主党政治による政治の怠慢であったと思っております。先送りの政治、既得権のためだけの政治、あるいはばらまきの政治、そういった政治をバブル崩壊以降20年以上にもわたって我が国は繰り返してきた。その結果そのツケは次世代に回ってきています。こんなことを繰り返していて本当に我が国の繁栄が続くんでしょうか。続くわけないんです。ましてや先送りを続ければ続ければそのツケはどん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 大きくなって、次世代皆様方の子や孫だけではなくて日本社会全体に大きな不安として持ちかかってくる。我々日本国民が今感じている閉塞感というもの、それは私渡辺徹はこの不安から来ていると思っています。そして私たち次世代の党のメンバーは国民の皆様が抱えているこの不安を安心に変えていく、その使命を担っていると思っております。我が国にはまだまだたくさんの可能性があるんです。我が国は2000年以上にもわたって続いてきた先人たちが連綿と受け継ぎ、そして次世代がしっかりとそれを育成し、ここまでやってきた2000年以上の歴史がある現存する
世界最古の国家であります。平沼党首から伝統文化のお話がありましたけれども、我が国より長い歴史伝統文化を持っている国は世界中どこを見渡してもないんです。しかし先ほど申し上げたように、政治の怠慢によってその可能性、我が国の可能性を本当であれば大きく開くはずの次世代、若者に元気がない、先送りを続けて我々にどんどんしわ寄せが回ってくる。私も36歳、ギリギリ若者の端切りだと思っておりますけれども、そのツケを感じている皆さん感じてますよ。だからこそ20代30代の若者は政治に不満不信を募らせているわけであります。しかし若者の皆さんに私は言いたい、政治不信だから政治に無関心になる、あるいは政治不信だから投票に行かない、これではこの国は変わらないんです。この国を変えるのはこれから先の日本を担っていく次世代若者の皆様なんです。そして若者の皆さんだけではなくて、その若者を応援する子や孫を思う皆様方、日本国民の気持ち、その気持ちがこの国を変えていくんです。私たち次世代の党はそういった皆様方の子や孫を思う当然の気持ちを元気玉に変えて、この選挙で勝利し、そしてこの国を再び最高の国にしていく、その使命を果たしていきたいと考えております。50年先も100年先も日本国は素晴らしい国であり続け、皆様方の子や孫が元気に世界に羽ばたいて活躍していく、そして世界に凛たる世界の国々から世界の人々から尊敬される国をもう一度皆様方と作っていこうじゃありませんか。そのための選挙にしようじゃありませんか。もう政治不信をやめにして、日本国民全員の力を結集して最高の国をもう一度作っていこうじゃありませんか。そのためにこの渡辺徹は全身全霊をかけて戦ってまいります。どうか皆様の元気玉を次世代の党に、そして東京1区の渡辺徹にお与えいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。大きなマイクで失礼いたしました。次世代の党、そして渡辺徹に激烈なる ご声援が賜りますようよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまのお訴えは渡辺徹東京1区公認候補でございました。ありがとうございました。私たち残り1週間全身全霊をかけてこの国のために戦ってまいりたいと思います。続きまして、次世代の党藤井隆雄選挙対策委員長よりお訴えをさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。次世代の党選挙対策委員長の前衆議院議員藤井隆雄でございます。今日はこの新橋の SL 広場の一角をお借りいたしまして、次世代の党の平沼党首、そしてただいま元気はつらつ自分の思い、熱い思いを訴えました東京大区候補者渡辺徹、これからよろしくお願いいたしたいと思います。私は選挙区ふるさとは岐阜県であります。今日は岐阜県は雪でありました。私もその中で街頭演説をし、有権者の皆さん方に広く訴えてまいりました。今日は東京へお伺いして、この渡辺徹候補のために少しでもお役に立てばと、こんな気持ちで駆けつけた次第であります。さて皆さん、先ほど来平沼党首からのお話がありましたように、今度の選挙我が党はどういう姿勢で臨むか、これをたった一言で言えば日本を取り戻そうということであります。この日本を取り戻すために、我々は小さな政党、生まれたばかりの政党でありますけれども、しっかりとあと残り1週間のこの選挙戦、正々堂々と戦
戦い抜く決意でございます。平沼投手、そして最高顧問には石原慎太郎、さらには皆さんおなじみの元気ですか、あのアントニオ猪木も我が党の国会議員であります。そして今全く解決の糸が見出せないあの拉致問題、これを体を張って初代の拉致担当大臣であった中山京子参議院議員も我が党の所属する国会議員であります。人数は少数でありますけれども、個性ある信念のある政治家が我が次世代の党であるということをぜひご理解を賜りたいと思います。先ほど党首からもこの国の次の世代に誇りが持てる、そして希望が持てる、そうした次の世代に責任を持ってバトンタッチするんだというお話がありました。私は政治には2つの問題があると思います。一つは将来に対する日本、この歴史と伝統と文化、これをいかに責任を持って次の世代にバトンタッチするかという中長期的な課題と同時に、もう一つは現実に対する対応であります。年金の問題、あるいは雇用の問題、賃金の問題、あるいは少子化問題、高齢化問題、さまざまなこの現実をどう乗り越えるかという両面があるわけであります。私どもは将来に対しては先ほど責任があるバトンタッチをしなきゃいけないということでありますし、また現実の問題といたしましては、このアベノミクス解散と安倍総理は言いました。皆さん、アベノミクス解散といって中身よく分かりますか。私の地元のある主婦の方が、藤井さん、アベノミクス解散って総理は言ったけど、アベノミクスって一体何、私にはよう分からんですわ、教えてくれませんかという質問がありました。本当に冗談でもその女性はこう思いましたよ。笑いながらですけどもね、ミックスビザは私は分かるんだけど、アベノミクスはよく分からんと。まさに何か目くらましのような言葉で、アベノミクス解散ということで何か経済成長戦略をやるんだという、こういうまさにこの覆い隠すようなネーミングで選挙をやるなんていうことは、私は言語道断だと私は思っております。しかし我々はそれに対して泣き言も愚痴も言うつもりはありません。しっかりとこの国のこの現実をどう捉えていくか、いろんな問題をはらんでいる、行政にも大きななたを振っていかなきゃ、振らなきゃいけない、こういう制度である、是は是、非は非ということで我々は戦ってまいりますし、そういう政策をどんどん打ち出してまいります。身近な話を一つ二ついたします。一つ、日本に今年1年でも1200万人の外国人が来られる、これも初めてのことでございます。しかしこれは素晴らしいことであり、ある面では急激な円安というものはプラスとマイナス両面ありますけれども、これはプラスの面かもしれません。多くの外国人が日本に来られて、日本のことをよく知る、日本の文化を理解してもらう、これはいいことです。しかし最近、外国人と日本人の間に大きな矛盾があることがいくつかあります。これは行政が俺は怠慢だと私は思ってますよ。一つは、皆さん今生活が苦しい、本当に大変だという話をよく聞きます。しかし我々は本当に苦しんでる、困窮している世代の皆さん方々を何とかしなきゃいけないという制度で、よく皆さんご存知の通りの生活保護費という制度があります。いろんな働きたくても働けないハンデがある、そういった人たちを救う、皆さん方の貴重な税金で生活保護費というのを支給しております。これは大変結構な制度だと思いますよね、皆さん。しかしかつて厚生省は局長の通達一つでいろいろ事情があったことは分かります。当分の間は外国人にも生活保護費を支給することができるという通達を出したんです。これがいつの間にかずる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 来ているうちに、どういうことが今現実で起きているか、私どもは外国人を差別するつもりはありません。しかし現実はこうなんです。1000人当たりの人口、1000人当たりで日本人が支給されている生活保護者、何人だと思います？
1000人当たり17人ですよ。ところが外国人に皆さん方の貴重な税金を生活保護費として支給しているのは1000人中145人なんですよ。実に日本人の8倍強の皆さん方の税金を外国人に支給しているんです。その額は厚生省なかなか言いません。私どもは調べました。1260億円毎年支給してるんです。こういう矛盾は生活保護費という名のもとに外国人に日本人の8倍強支給してるという現実があります。もう一つは中国の留学生、韓国留学生大勢いらっしゃって、これも結構なことですよ。ところが奨学金予算方、例えば私のふるさとの岐阜県から東京の大学へ奨学金で大学入学してる、就学してる生徒もいます、学生さんも。しかしこれは返還の義務があるんですよ。返還の義務が将来ね、皆さんよくご存知でしょ。しかし中国人、韓国人の留学生は返還の義務がないんです。奨学金の国立大学の学費はタダですよ。私の地元の学生が東京の大学に奨学金できて特選なんかありませんよ。返還の義務がある、外国人の返還の義務がない、こういった矛盾というのはやっぱり何のための政治なんだろう。中国人を私どもは仲良くする、そしてお互いに交流することは、これは正しいことです。しかしあまりにも中国に気を使いすぎる、この間の尖閣諸島の問題、それから先ほど話があった小笠原の問題、平沼党首がこう言いました。根こそぎあの赤サンゴを持っていったことに何ら言及しない今の政府、そういった党首というもの、代表というものは許すことはできないと言われる。しかし本当は私のところにある軍事の専門家の方が来られて何と言ったか、藤井さん、あの漁船は200隻超えてるけど全部が全部漁船じゃありませんよ。あの中には漁船を偽装した中で船もいるんです。その中に日本のいわゆる領海を侵犯した時にどう自衛隊が対応するのか、どう海上保安庁が対応するのか、日本政府はどう動くのかということを情報機器を積載してしっかりと日本の防衛体制というのを調査しているなんてなく金沢の中にいるんですよ。私は言われて無名なのかなと思いました。あの尖閣諸島の時もそうであります。本当に我々の領海領土というものは我々が毅然たる態度を示さない限り日本のこの安全も、そして領土領海も、そして皆さん方の生命財産を守ることはできない。だからこそ今我々は日本を取り戻そうと、そういう気概を持って今この選挙戦に立ち向かっているのであります。どうぞ寒い中な長時間でございます。そろそろ我々の街頭の時間も制限がございます。最後に私は誠に恐縮ながら個人的なことを皆さん方に申し上げたいと思っております。それは私が50年近く前ですが大学を卒業し社会人になるときに、私も昔亡くなりましたけども、私の親父からあることを言われたんです。おい高尾よ、お前はこれから甘い学生生活を卒業して社会人になるんだろう。社会人になって将来結婚すれば夫婦の関係、あるいは子供ができれば親子の関係、仕事に携われば上下関係、人間関係、さらには仕事のことでも山あり谷あり、それが時として深刻な事態になることがあるんだぞと、そうした時にお前はどう対応するか分かってるのか、そう聞かれたことが今でも鮮明に覚えております。私は若くしてあまり答えることはできなかった。そうしたらうちの親父は何て言ったか、深刻な事態になった時には深刻に考えたらダメなんだ、何の解決もしないんだ、解決するためには前を踏み出すためには真剣に対応しろと言われた。
真剣になっても深刻になるなと言われた。今は我々の党はこの独自の身勝手なような会社の中で生まれたばかりの政党でありますから、まさにこの選挙戦深刻な事態かもしれない。しかし我々は必ずや真剣に対応してこの選挙戦を勝ち抜いていきます。どうぞ皆さん方、我が次世代の党に温かい、そして力強いご支援を、高い社長の上からでありますけれども、心から皆さん方にお願い申し上げ、どうかこの第一区には渡辺徹比例代表には次世代の党、次世代とぜひご一票をいただければ幸いに存じます。本当に皆さん方、寒い中をご清聴賜りましたことを心から感謝申し上げて、この壇上からの街頭演説を終えたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまのお訴えは藤井隆夫選挙対策委員長でありました。ありがとうございました。最後にもう一度弁書を順に紹介をさせていただきたいと思います。次世代の党、平沼武夫党首、渡辺徹東京一区公認候補、藤井隆夫選挙対策委員長、そして本日の司会は山本晴美港区議会第一支部長でございました。寒い中ご清聴の皆様ありがとうございました。これをもちまして街頭演説会を終了いたします。今後とも次世代の党よろしくお願い申し上げます。